こんにちは、ベース講師の星野徹です。今日はジャズスタンダードでもおなじみのナンバー The Days of Wine and Roses 酒とバラの日々のウォーキングベースラインをゼロから作っていくという動画になります。で、具体的にどんなことをしていくかっていうと、こうしたですね、コードだけ書いてある譜面に1音符ずつベースラインを作成していって、それでその過程でこの音はこんな理由でこう作ってみましたとか、こんな理由でこんな風に動いていますとか、ベースラインを作りながら構築の理由を解説していくという動画になります。で、本動画の対象は初心者ジャズベーシストの方で、まだコードを見て即興でラインを組み立てられない方とか、ルートと3度と5度ぐらいしか音使いのアイディアがないといった方などで、ジャズのベースラインっていうのはこんな風に作られているんだという視点で参考になるかと思いますので、ぜひご参照いただければと思っております。ということで、早速ベースラインを作成していきたいと思うんですけど、まあ、いきなり作成していく前に本動画に関するルールを2つ設けます。1つ目はですね、1小節に四分音符は4つずつで、2つ目はあんまり高い音は使わない、この2つのルールを設けようと思います。まあ、音符も8分音符とか3連とか16分とかいろいろな音符を使うアプローチっていうのがあるんですけど、まあ、こういうところこだわると結構キリがなくなってしまうし、またアプローチもね、ハイフレとか使えたらすごいかっこいいんですけど、あんまりハイフレとか使っても、初心者さんのうちは指板の音名が定まっていないことが多いので、こちらのね、低い方のフレットを中心にベーシックな4ビートの組み立て方っていうものを解説していきます。で、今回はですね、皆さんにもぜひ、今回のベースライン一緒に書きながら学んでいただきたいので、こうしたタブ譜付きの5000譜をダウンロードできるようにしてあります。これ概要欄からダウンロードできますので、ぜひ使ってください。ということで、お待たせいたしました。ここから音符を書いていきますので、ぜひベースとこの5000譜のダウンロード、そして筆記用具をご用意していただき、一緒にベースラインを作っていきましょう。はい、それではまず1から4小節目ですね。で、基本第1音目はルート音で組み立てていきます。ルート音を第1音目にするとやっぱりコードの変わった感じが分かりやすいんですね。で、この時1音1音どうしようかなっていう風に考えるってよりは、各小節のルート音から次の小節のルート音にスムーズな流れでつなげていく、こんなイメージを持つといいと思います。例えばですね、1小節目 F メジャー7のルート F からだったら、まず F 弾いて、で、次の音何にしよっかなっていう感じじゃなくて、次の小節、2小節目を見てください。次の小節のコード E フラット7のルート E フラットにどんな風につなげられるかなという感じで、道筋を考えてあげるイメージが大切です。はい、こんな感じで組み立ててみましたって感じですね。第1音目 F を弾いた後にメジャーサードの A を三弦解放で弾いて、その後また F に戻って、で、半音経過音である E を経由して次のコードの E フラット7のルート音 E フラットに着地っていう流れですね。で、早速そのまま次に行きたいんですけど、次はですね、同じように今度は E フラット7のコードから A マイナー7フラット5のコードのルートの A 音を狙いたいので、じゃあこんな風に動いてみましょうか。E フラ F G B フラットという風に上昇し、で、ここで A の音の音に着地っていう感じですね。で、同様に今度は4小節目の D7 のルートを狙って動いていきます。こんな風に作ってみました。って感じですね。3小節目第1音目 A 音から
3弦の開放 A まで降りて、それから B フラット C と上がって D7 のルートン D に着地したっていう感じですね。で、この次も見ていきます。この次はこう Gm7、 5小節目が Gm7 が来ているので、 D7 から Gm7 に向かって動いていきます。4小節目こんな風に動いて、で F シャープ A、 A フラットという風に動いて、で Gm7 のルートに着地したっていう感じですね。はい、1段目こんな感じになります。もう一回最初から弾いてみると、こんな感じですね。でもう一度言いますが、ある音を弾いたらすぐ隣の音を考えるのでなく、次のコードのルート音に着地するためにどう動くかっていうことを考えていくことが大切です。はい、こんな流れで5から8小節目も組み立てていきましょう。今度は Gm7 のコードが2小節続きますね。こんな時、例えばソラシラソラシラ G AB フラット A、G、A、B フラット A みたいな感じで、同じコードが2小節続いた時に必ず次のコードの始めの音をルート音にする必要はないです。どういうことかというと、まずは作ってみますね。はい、こんな風に作ってみました。ちょっと弾いてみます。こんな感じですね。こんな感じで6小節目の始めの音、こんな感じで F 音になってますね。でもこれって全然問題なくて、考え方としてはこの5、6小節目が Gm7 のひとまとまりというふうに考えて、あくまでも5小節目の Gm7 のコードから7小節目の B フラットマイナーに向かって流れを作っている、そんな感じでご解釈いただければと思います。で、こんな感じで、降りてくるように B フラットに着地しましたね。で、ここからじゃあまた E フラット7のルート E フラットに向かっていきます。はい、こんな感じで組み立ててみました。こんな感じですね。 B フラットマイナーのマイナーサードの D フラット、それから5度の F、 そして経過音である E の音を入れて E フラットに着地。で、ここからですね、次のコードが Am になっているので、またここから動いていきます。 Am のルート音 A の音に対して、はい、こんな感じで作りました。ルートメジャーサンド5度、そして、A フラットの音を弾いて A の音を挟み込むようにして A に着地するっていうアプローチですね。で、ここまで弾くとこんな感じになります。ちょっと最初からやります。で、B メロ1音目の A に着地するという流れですね。はい、ここまで8小節組み立てましたが、いかがでしょうか。で、よく皆さんここで疑問に思われるのが、ルートとか3度とか5度とか、その辺は分かったんだけど、その他の音っていうのは何っていうのがところどころあると思うんですね。で、結論、どんな音の使い方をイメージしているのかというと、全体的にキー F のダイアトニックスケールであるF、G、A、B フラット、C、D、E、F の F のメジャースケールの音を中心に組み立てながら、
ノンダイアトニックコードのところはノンダイアトニックコードのコードトーンを中心に組み立てている、こんな風に解釈していただければと思います。で、ノンダイアトニックコードっていうのは、ここにあるこの青マーカーを引いたコードになるんですけど、この辺の詳しいキーやコードの分析のやり方っていうのは結構説明すると長くなっちゃうので、別の動画で解説しているので重ねてご参照いただければと思います。コード分析に関する動画は概要欄に貼っておきます。それではこのまま進んでいきます。はい、それではここからはセクション B に行きたいと思うんですけど、セクション B は基本的にはダイアトニックコードなので、まあ各コードやはり第1音目をルートに、先に申し上げたダイアトニックスケール F、G、A、B フラット、C、D、E、このダイアトニックスケールで各コードのルートをつなげていくっていうイメージです。まず Am からこんな感じですね。 A、G、F、E と降りてって D に着地、このまま進んでいきます。 D からD、C、B フラット、A で降りてって Gm7 のルート G に着地。今度はじゃあ C7 のルート C をめがけて上がっていきます。 G、A、B フラット、そして経過音である B を弾いて C、 今度は C7 から次の小節の第1音目 Em7 フラット5のルートである E を狙って動いていきます。はい、こんな感じで動いてみることにします。 C、D、F、E フラットと挟み込んで E 音に着地っていう流れですね。はい、ちょっと全体的に弾いてみます。 B セクション、こんな感じですね。まあここは結構弾きやすいエリアだと思います。はい、次は B メロ後半ですね。2-5 の進行が連続しています。で、これも基本ルートを第1音目に配置する感じで、で、今回はこんな風に1つの小節にコードが2つあるので、それぞれの小節の1拍目と3拍目をルートにしていきます。まあこんな感じですね。Em7 フラット5のルートフラット5、それから A7 のルート C シャープというふうに動きました。で、次ですね、 Dm7 と G7 という2つのコードが1つの小節内にあります。はい、こんな感じで Dm7 のルート5度 D、A と下がって、さらに G7 のルートとフラット7みたいな感じでという風に降りていく流れですね。で、その後は1小節にコード1つずつなので、まあ、先ほどまでの流れと一緒ですね。ちょっと作ってみます。はい、こんな風に作ってみました。 Gm7 から F に着地しているっていう感じですね。はい、セクション B の後半もう一度最初から弾いてみます。こんな感じですね。で、 F 音に着地しているっていう流れです。で、即興でコードだけ見てここまでできるようにするのって結構大変なんですけど、こうした構造の仕組み一つ一つを理解していくことが、しっかり一つ一つの音を意識した即興演奏ができることにつながっていきますので、ぜひご参照いただければと思います。それではここから後半の16小節に行きたいと思うんですけど、基本ここまで話した内容の応用ですので、ここからはささっとお話ししていきます。
はい、ここからは後半 A セクションの前半の4小節からまず解説していきます。で、基本はこのベースラインコードトーンを中心に上がって下がってって感じなんですけど、この3小節目4小節目がポイントで、それぞれが C 音それから F シャープ音になっているんですけど、各小節の第1音目ですね、今まで全部ルートにしてたんですけど、これルートじゃないですよね。で、何の音かっていうと、これメジャーサードの音になります。両方とも各コードのメジャーサードの音になってますね。で、なんでこんな風にしたかっていうと、この全体的な流れを崩したくなかったんですね。この全体的な音符の流れ、全体的な音符の流れ、こんな風に、ぐわーって上がっていって、ぐわーって、なだらかに上がってって、なだらかに下がっていくっていう流れなんですけど、そうするとこうやって、思いっきりずーっと上昇して、今度は下降。綺麗な上昇下降の流れができてると思うんですけど、この時いちいちルート音に戻っていると、こうしたスムーズな流れっていうのが遮られてしまうことがあるんですね。なので今回はあえてルートに帰らずに、こうしたメジャーサンドの音を第1音目に経由して動いてみました。ただこれですね、ちょっとワンランク上のテクですので、まあ、こんなアプローチもあるよということでご理解いただければと思います。はい、後半 A セクションの後半です。で、ポイントなんですけど、ここの音ですね、4小節目の D フラットの音、これがポイントです。ちょっとこの4小節目のアプローチ弾いてみるとわかると思うんですけど、 E フラットから D フラットまでこんな風に跳躍しているので、ちょっと運指やりにくくなっちゃうんですね。なので D フラットじゃなくて D を使うとすごい楽なんですけど、この A セクションの後半の B フラットマイナーと D フラット7では D でなく D フラットの音がそれぞれのコードのコードトーンに当たるので、ここでは D フラットを使ってあげた方がアンサンブルではしっくりくるので、ちょっと大変ですけど、これらの小節に差し掛かった際は D フラットの音をチョイスしてあげましょう。ということで次へ進みます。はい、次は C セクションの前半ですね。で、ここのポイントなんですけど、この Bm7flat5 と Bb7のような動きですね。こんな風にコードが半音で動く進行ってすごくウォーキングがやりにくいんですよね。今回はですね、こんな風にコードトーンで下へ進んでまた上へ進んでいくような、こんな風な流れで作ってみました。ちょっとここ、ベースライン作成しにくいんですけど、ご参照いただければと思います。はい、最後ですね、 C セクションの後半4小節目ですね。まあ全部ダイアトニックコードなんですけど、まあここも1小節にコードが2つ出てくるので、運指のしやすさを考慮し、開放弦を使いながら、こんな風に組み立てました。やっぱりね、1小節にコードが2つあると展開が早くて大変なんですけど、こういう進行、まあよく出てくるんで、まあゆっくりなテンポから練習して、少しずつこうした展開にも慣れていくといいと思います。それでは最後に、酒とバラの日々のコード進行上でワンコーラスウォーキングベースラインを弾いてみたいと思います。
はい、ということで今日は酒とバラの日々で使えるベースラインをゼロから作っていくという動画でした。なお今回ですね、この完成したベースラインの譜面っていうのはあえて添付しておりません。なんでかっていうと、皆さんにもですね、ぜひ手と脳みそを動かして学習していただきたいので、少しずつですね、動画を停止したり巻き戻ししていただきながら、この添付したこのタブ譜付き5000譜にですね、今回のコード進行と音符を書き込んで復習をしていただくと、まあ、より今回の動画の内容が吸収できると思いますので、ぜひね、ご自身でも書き込んでいただいて、日々の練習にお役立ていただければと思います。また今回のベースライン、なんでこの音が使えるのとか、そういうご不明点がありましたら、コメント欄に書き込んでいただいても大丈夫です。ということで本日の動画は以上になります。このチャンネルではベーシスト向けの音楽理論、それからベースラインやアドリブソロの組み立て方、練習方法などについての配信を定期的に行っております。このベースチャンネル星のチャンネル登録していただくと、視聴者さんのメールに動画の更新通知がですね、動画が更新された際に届くようになっておりますので、チャンネル登録まだという方はですね、ぜひチャンネル登録していただけたら嬉しいです。またベースのパーソナルレッスンを東京の高田馬場と全国対応のスカイプで行っているのですが、どんなレッスンをしているか知りたい方は、まずは無料のメルマガにご登録ください。よく皆さんからご質問いただく、ベースのアドリブ演奏についての限定動画付きの解説、それから日々の練習の心がけ、メルマガ限定のイベントなど定期配信しておりますので、気になる方はぜひメルマガのご登録お願いいたします。で、最後に皆さんに動画を閉じる前に、一つお願いで、もし今回の動画がですね、少しでもお役に立ったと思っていただけたら、ぜひ高評価ボタンの方をポチッと押していただけると嬉しいです。まあ、こいつ動画の更新頑張ってるからしょうがねえなぐらいの気持ちでいいので、ぜひ高評価ボタンを押していただけると、僕のテンションが上がってですね、日々の動画の生産力アップにつながりますので、ぜひポチッと押していただけると嬉しいです。ということで本日の動画以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。